みんなでこう力を合わせ一人一人の役割があって、まあまあ、そうそう昔はやっぱしあのチームワークのようなチームがなさチームはチームねチームくぐるむちチームくぐるむちケイトね一問一問がおいしいやな、うん、一問一問、はいはいはい、すごいですね3、4カ所んであいねだデージ大騒動やいやいびことこの一年に一度のこういう年日数字やみんなでも楽しみにしてたわけなんですね楽しみ、ねはい、なかなか今の時代見られなくなってますよね見られないもう今はもう、うん、もうなめめなといびこと生な人のあの世の中のといびことや手作りもろんねまくらやもろ手作りやびしたしそうですね生なホールからって、カティ、いや、ホールカティ、なまゆいのんちホールとティレイセ、はい、わたこんちゃねば無理やおと、やおとってすがって、まあ、ゆいのはね、ゆいの、大変だゆいののこっちも大変よ、うちよそのめからの人会時代の友達がよ、五六名ちゃんにて歌がもるす、ゆいののこっちよ、あれ三段重ねてってさ、はい、チリデーにさ、昆布でこう周りをつけて、それで積み上げるわけよ。結び昆布。あのこれからも、そうそうあの縁が結ばれると。肩腹んぼやさ、あの出船、必ず行きがの、あれ。サーターティンプラ稲具のあれ。サーターティンプラこう割れ目があるさ。で、肩を丸くする、女の印。で、肩腹んぼはこう、頬上げて、出船する。はい、自分にこれもうちの揺らぎがあるのようちのお母やって俺上司やったんカタランブカタランブよ大人やことよ、うん、あれサラゴアさんで、うん、私のこのやんさんしし難しいよカタランブそういう見てことよ、はい、あカタランブは脳のあれだこれ有能の有能の時使えたよ有能の時かな使うさお祝いの時にするよ、うんうん、そうだよねデフね男の天ぷらあれはデフね、頬を上げてデフねするって言って、で女は肩を丸く収めてで丸くってさ、あんだけサタンだけさ、すごいですね。ちょっと割り目が入ってさ、で女割り目があるさ、今それでこうやって、あとサタテンポがこっち割りね上等って、言わがとんっていうさ。この男性のこの出船っていうのはあの外に出て行って仕事をしていって稼ぐっていうようなこともあってですか。そうそう。はい。これはあの繁盛するように。家庭持ってそれからもう家庭を持ってさやっていくさ。はい。それで出船っていう風で肩半分。だから方を上げてるされ。はい。必ず。昆布たちとして昆布なんかもやタチナ結び昆布といって必ず。タチナ結び。それからのあれがあるでしょう。あれかだのんで言ったかや、せんべいみたいなの辛くて結ばれてんの。ごまごま赤くピンクに染めてごまごまって、あれ読みたにすごい上手な人がいたよ。あっちが帰った。今でもあるよ。結納の時ですか。これもこれも結納。結納これは結納で。こうやって結ばれてるのはみんな結納。縁結びっていう。これを今扱ってるところさ。あの普天間には中村屋ってあるわけ、うん、そこが全部やる。あ結納のセット注文したらさ、はい、5万円一式で、うん、お墓の数字もさ注文したらこれもみんな5万円、うん、全部やる。お花からなんかは、うん、お墓のよ新築祝いよ、はい、デジロ色々飾り物がまんでという側から海の側に行く側からや、はい、いろんなのを備えるよ。あこれ昔からあれですか。このお墓をこう墓作った時の新築祝い大きいよ。ああ新築祝いっていうことになるんですね。はい、あれユンジチの時にお墓を作る。ユンジチはひいなしてて必ずユンジチしたら人ごちたーちゃとかぐんごちたーちゃとかがあるさそういった時には神ごとやる。はい、いい年。これはあの何2か年に1回あるぞ、4か年に1回とかこんなのじゃなくて4か年に1回あるのがあるさ、4か年に1回ユンジチはそういえば今年ウル、はい、今年軍が来たって入ったし軍が違う、アイビーの野菜今年で、まあ、あの墓のことをやればいい
墓のティンダティとかさ、とにかく仏壇を墓を写すとか墓を作ったり、うん、墓あのなんかおころがあれで掲げてるか掲げて、うん、とにかく仏壇に関してくるのはこのユンジチの、うんうん、で仏壇のことは七夕今月9日やらんこと今月9日は法年祭、うん、いやたち何今月今月9日は毎年やろ今月スターチャーもあるさ今月スターチャーって言ったら今年はこれもユンジチこれもユンジチよ、はい、スターチャーがあればユンジチ4カ年に人回りしてくるから、うん、その1カ年にそうやればいいわけ墓のことは墓のことは墓の年期もあるさ、うん、墓作って 1年期3年期4年期って、はいはい、だけど今墓作ったお祝いの時の坊さんが全部、うん、あれも33年期まで墓もあるわけ、うん、全部やるさうちで経営して、はい、今は何年期、はいはいはい、今は何年期って言って、はいはい、文字とかごちそう入れ替えて、はい、うん、一遍でやるわけさよっちゃんばあちゃんからお話ありました今このお墓のこういう新築とかですね、うん、お話やあのユンジチウルード氏があるあの年っていうこととまた旧暦の七月の7日、うん、七夕の時にあのひいなしと言われて七夕の時はさウコールを書いたり、ね、うん、お茶とお茶碗を書いたり、はい、ね、花市が書けたとかって書いたりする時は、あの、まあ、七夕の七に入ったらこんなのやろうやっていいって、ね、うん、それでひぬかのあれは12月に入ったらやろう、はい、20年で24日ウガムトチその時から、うん、あのひぬかのコールは書いたり、うん、なんかそういうのは、はい、そう12月に入ってるからこれもムル旧暦の天使なことやエビンド野菜全部旧暦だよ、はいはい、だから旧暦を子供たちにも教えていけないと思うわけよ、はい、ですね、この時期とまたこのウガン言葉やエビンド野菜ナーメーメのヤーニンジュ家族とっていうのこの挨拶の仕方、うん、挨拶をこううとうとすることでティンの方々とのそうご先祖様はちゃんともつながるという大切さですねあとまたあのひひマガゴンケチュあのキリスト系と の, あのキリスト教師がいればあってモノがこうやつな幼稚園から英語園よジェインにすごあんててなるとな七八によウティウサチョルは天に召しますかんで雨だおじやおどるちょらじさやってやるなとがやるし本流一生懸命な最近2、3年死ねってこと若いやるよって、ああ今なくなってるけどかわいらしいですね、うん、はい、やいびしがあのいろんな文化違ってまたこう手合わす大切さですね、まあ、もう本当に心を通わせるあり方っていうのをすごく大切なことやいびんの野菜、はい、もう孫たちもこうやって入ってきたらよ、うん、すぐ手をさ力を座るよ、はい、線香あげる、これ本当大切なことですよね、うん、あの人の家にこう挨拶に行った時にはまず仏壇等々面会挨拶し、そこから皆さんにあの挨拶するというのがですね、どうして言うのっていう、はい、なんて言うのっていうわけさ、あ、うん、だからあた頭悪いからね、頭上等な量に拝みなさいって言ったから、はい、願い事等々面、はい、頭良くなすように三田志君がエサビだって教えたわけよ。それまた真似するわけさ、うん、それまたあのパチシコってさや、うん、もう食べたいわけよ、はい、出しておいてるのは食べはしないのに、はい、もうあれだ欲しい欲しいじゃない、うん、じゃあ取るんだったら、はい、あのお産でエサビだって教えて、ね、はい、うん、ちゃんとお産でしからお産でエサビだって一から神用日、はい、こんな人教えてるわけよ。だからシミでもよ、うさんでするか時間なんかしや、はい、そう必ず手の中一応かもしようまた別にオードブル うさぎして15円しや、はいはい、うん、オードブルまた長男の弓がこうちゅうや、うん、俺と思った飲み物ついそうって買ってて、はい、足にまた言うと、まあ、うさんでしもしや、うんうん、いいですね、この仏壇からこの受け取りするときウサンデーサビラって受け取る、準備するにどんな難儀だから、ね、うん、車も持ってらんせやカートが持ちて、うん、くむるしが一んからちょからちょなさよや一味一味や一味一味や一味一味や、でもあの今の生のわかん茶、わらびん茶全然わからないですよね、うさぎして、はい、先行うさぎなさって、はい、
えてどうしてふさげるのって言ったらさ、うんうん、子供心ですね。そうそう、うん、まあ自分が言いたいこと言いなさい、うん、何でも知ったら欲しいの言いなさい、うん、そうやって頭があったら悪いでしょ頭上大人しようにって言いなさいって、うん、こういうあの教えるこの、うん、背中を見せるっていうのもなかなか少なくなってきてますからね、うんうん、あのマガのシージャマガのヌンタガテ、うん、あのあれ旦那よ、はい、あのヤンケントトメアヨクさんいるなことはかい。ウサギにどのかんちゃんかチャーシーしウサギに飲んでるつもりって言って、無理ならすん。うん。うっくしにウサンデーしにて、うちかべめしによ。ばあちゃんこんなでおこうと言って、ワンケならすんどけって。はい。今こうやって、あの、うがんの仕方とか、お供え物を教える方っても少なくなってきてますよね。あそこが今、なかなかまだ子供たちも興味がなかったりですね、無関心だったりっていうのも問題になってますけど、またあの素直な子は面白いですよ。この間子供たちにですね、ハイサイハイタイはすごく慣れてきて、始める前授業の名中ユタサルゴトウニゲーサビラと終わりの時にはあのニフェーデービルンディチ、あの間違ってですね、子供はあのウサンデーサビランディチ、授業終わる時にですね、終わりにとうとうメアアイビランドンディチ野菜デジナムンヤイビシガ野菜なんかもう自然とバッテリーをこのうち飾らってちょうああアイビランドンディチ野菜やすやすごくこれ素直な心が嬉しかったですね、逆にやすやすトートメがいないとかもあるからねはい、うん、そうですよね、まあ、トートメあるとかもやっぱりおさんでサビだって食べるんだよ、うんうん、はい、トートメおさんでサビだって飲んだよって、うんうん、教えたから上等やんばって、はい、うん、こういう日頃の生活の中から礼儀作法を学ぶんでいく、うん、学んでいくんですよねでもちょっと間違ってもおかしくなんね今みたいにねあれが、うん、ニヘデビタニウム、うん、こっちサビラって言ったりですね、うん、これ間違って使っていくっていうのも本当に大切なことですからね、うん、まあ、ね、そうそうそう、うん、はい、それで直されていく先生やん、そう直すね、はい、はい、もうすぐあの旧暦の停止なことやいびしが野菜、うん、はい、はいはい、あのツイキャスの方にメッセージいただいております。おこめんさんやいびが野菜、メッセージありがとうございます。ハイタイチュウガナビラ、内名口氏メッセージいただいております。チュウタサルグトウニゲーサビラ、はい、もうあっという間にもう残り 10分13分なと EBC が野菜、いやいやいや、一度コマーシャル挟んで、はいはい、あの島言葉ニュースとマチコシンシーの曲をですね、またウトドキサビラヤンディチウムとイビンユタサルグトゥニゲーサビラ。この番組は株式会社メガネトゥーワンハイバル店、医療法人市政会デイサービスセンターもろみの里かかず委員、笑いの絶えない人生をあなたに、ヘントな歯科医院、くわえ皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社の提供、FM ギノワン茶谷町文化協会島言葉部青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、うとづき総意便。はい、うちゃんばちゃん、はい、続いてのコーナーや島言葉ニュースのコーナーやいびん、はい、はい、中のニュースやニュースなといびが野菜、はい、中はよ、牛さんに豆ひじぎゅっと絞って手作りの豆腐でちくたるを作るが、石田保育園、石田岡保育園、うちの沖縄県那覇市の半田川の石田岡保育園や8月26日親子で地域文化を楽しむ昔ながらの手法さんにちくいる豆腐作りに挑戦さびた。保護者活動の一環で園児保護者ら約100人が参加し、朝大所大佐、那覇市半田川公民館職員の大城さんが指導に与えびた。豆腐軸や石牛近くて大きな円を描きながら大豆を引く工程からスタート。石臼の上にあった大豆が徐々に姿がなくなっていくのを目にした園児たちは、なぜ豆がなくなるのって不思議そうに言えびた。
すりつぶした大豆をぬねで絞ると豆乳の完成。園児たちはさらに形を変えていく様子に興味津々。参加者や親子共同作業をとって作ったる豆腐と豆腐や豆乳ににがりを加えて作った豆腐の2種類を味比べされた。自分たちで作った豆腐はおいしいと威張っていた何回もおかわりするとじいちゃん4いじちちゃんはぎゅっと絞ったところが楽しかったんち笑顔。久保の拓也さん30歳やし、石臼は絵本でしか見たことがなかったのでいい体験ができた。今まで以上に豆腐が好きになったと話された。保護者会の森根会長や子どもたちが楽しんでくれて親も地域文化に触れるといういい機会になったんで会の成功を喜んでいました。石臼よ、はい、石臼ですね。湯を取り締まりそこまが、うんうん、ことがあるばてかまあれはうとうてちくといびいたが野菜、うんうん、そこで石牛、はい、そこ石牛の産地、まあ要はちょうど海の中にお椀を一つポッと置いたようにしてさ、はい、全然普通まんまるく崖の上に立った部落ね。そこは昔噴火してできた島で、それからそ島を沿海にぐるぐる回って道を作ってる。まっすぐ行けないって、はい、崖になっていてぐるで、そこでこの白牛のあれが噴火してるから、あれ軽石みたいなので作るさ、うん、言えば噴火でできた石で作るわけさ、うん、はい、それの産地でそれ出した。あ、石牛甘地で作る、石牛で作って石牛、はい、あらこれ作ったし、あっせや各家庭に石臼が昔あったんですよね。 ありました、わたやん、茶屋いびてがやきがんちゃがちくねいなぐんちゃちびるんかぬしやによ、はい、半年に1回とか何ヶ月に1回しかす船くんたん、はい、船が横付きならんばあて、うん、お金会さんさばりから一盛りやすばあて、うん、でそこに部落の真ん中んかいよ、うん、蒸気が出るって噴火した後の蒸気がこんなんで、うん、はい、そうったって小屋みたいに作ってよ。その中でよ、バケツのいっぱい冷たい水もちんじ一応ちねて、うん、蒸気がたちょんちょん大しや一皮も二皮もむけるって、別に湿気も何もいらないって、はい、手でこすだけでみんな赤が落ちるってみんなだろう、はい、蒸気で蒸気で増やされるばって、はい、でツルツルなるってよ美容効果やりとか野菜昔はよ湯黄が取れた、うん、湯黄が取れたからさ、それはよ日本うちなや昔武器作らんしやだから必要ないから中国今回輸出していたって、輸出をしてそれを管理しているのが狩猟の、うん、狩猟王宮が管理して、はい、で狩猟の侍がよ4か年交代でこの硫黄取島に渡って、うん、この硫黄を出荷する監視役や相談でよ、はい、いわば、うん、その財源はちょうど大きな財源だとっている場合さに、うん、それでよ村の真ん中かあの飲んだがって村かやついなヌールの名刺いたんだよ、うん、ノロノロ、うん、女の人さノロは、はい、でこのサムリンちゃんはうちに宿やねんこと、うん、このノロの人家寝泊まりそうてるばって、うん、いつである時のこのサムリン、うん、そこノロとブーナヤに生きがんこがめったるばって、うん、さっきするでこのサムリンも首里に終わって帰ってきてるので、うんうん、このノロは一人でこの子育てて、うん、はい、それが中村家のうちの主人たちの一代目ってルーツなんですね。ルーツおっちゃんばあちゃんたちのルーツが分からんで一回止めてよ、はい、指示あれって言ってさ、はい、で探したからこれ分かるのがよ、うん、90はもう100歳もって亡くなったけどさ、うん、はい、ブラジルに移民していってブラジルにかみね、でうちの亡くなった主人がブラジルに手紙んじゃして、うん、だったから向こうから手紙返事来た、うん、こんなで一代目の中村家ができて、はい、で中村家の神元やウルコにあるってそこ立っててそこを拝みなさいって、初めてすごいです、ね、それまで指示が分からんって指示、うん、あれって指示正しいというの、あ、指示正しい、うんの方拝んでたって稲軍方の神様を拝んでた、うん、指示正しいというのがそっちで寄ったわけよ、うん、それでようやくこれが分かって神元探して今そこを拝むようになった、うん、
ぶちゃんぶちゃん今生お話し合いびたちが指示正しいんでこの自分の祖先を正していく中でのルーツが分からなくなっているわけさ、うん、何代か上と続いていたら自分も分かりません、はいはい、で分からないというか前にボール入ってる、うん、これを知ることでまたそこを拝む、あ、そうそう、感謝する大切さということの、うんうん、もう何百年代のちびらさん、癒やさんあるよ、うん、1000人ぐらい集まるよ、大きな拝み上がる場ってそこを拝んでよ、またあの拝んじゅがある場って、うん、でこっちに入れない人拝んじゅんかもいるんじゅ、こっちにお宮があったって、うん、ここはい、やっぱり知りの偉い人だったんだ、多分。多分そうだはずね。もう何世代先に行くと本当にたくさんの人たちがヤンリンジュムルエカナトイビンドンリジュから集まり、ヤンバルからもどっちか国神からもみんな集まって、うん、すごいですね、はい、すごい本当にルーツを知る大切さ、アイデンティティアイビンド野菜、ね、もう一番大切なもやいびしが渡ねえことな、うんもちろん旦那ところはもうでも、このおじいちゃんがブラジルで生きてなければ、うん、分からなかったよ、全部こう伝えてくださったんです ね, ね, ね、すごい、うん、また父ちゃんにも女も子もたよ一生懸命いたよや、うん、安静しが気早く気まちょんどあで家計図もよ、うん、作りかけてなくなってるさ、うん、途中まで家計図も大切なことやりんどさではい、だから息子がやったらいいんだけど、息子仕事しないからさ、うん、一回は出してみし、うん、あの見せて、うん、何代目からだけど、うん、このよ、もうつやの主たちもみんな亡くなっていないわけよ、はい、ハリウッドの人たちも町子新氏、今あのこの家系図作る以前にですね、生のわらばたのあの問題点課題点として自分のおじいちゃんおばあちゃんたちのなわからんちゅうウイビーことやさい、これもまた今問題ですよね、なかなかこう、ね、自分の近いおじいちゃんの名前を知らない人たちもうちなら長距離でさ考えればせっかくもあるしせよことや、うん、まあこっちは旦那のところだけですね、あの神もと仲もとも分かるわけさ、私がよ、うん、って由美ちゃん分かるわけ、はい、で子供たちがわかるかどうかわからないわけ、うん、でグアンソムとかあるさ、グアンソムと組自慢があるわけ、うん、で前は社長が見に来てたし名前をグアンソムともでも生きがんちゃんがみんな裏になっててあーいあんまがちぃぬくとったるわけ、うん、グアンちゃんも裏になってよ、うん、でこの仏壇のいろんなあの各家庭で問題もあの悩みもあったりもしますけれども、やはりこうファーフジ上はファーフジ先祖から伝わるこの伝統といいますか、この次世代につないでいくことの大切さですね、うん、これをできないとまた何か体に起きるとうがんぶすくやいびんの日ゆぬらりくとやさいこれうがんの大切さですね生うがんぶすくんでいいね笑われるすんのむるうがんぶすくなといびくとやさいはい、ちょいっぺんにフェーデイビル、はい、残り3分やいびしが最後やまた町子新氏の曲し、はい、あの、吉祥やまたお別れさびらやんでち、はい、また来週やいびんどうさい、はい、はい、町子新氏じゃ1曲ゆたさいびがやさい、じゃあ、ぬかちゃびがやな、じゃあ、かたみぶしやいびしね、かたみぶしや、はい、久しぶりに聞くね、カフグトヤミノメスリミロコヨガホンケティヘイワウニゲヨッホッホことしんじちやすりしけのてほんさだみちもどれいちいちん
なしが孫のティトティ足もおりしゃ目で語らよしすれなしたげに百さうにげからたれいちよほほはい、はいニフェデビル、はい、ニフェデビタン、はい、中夜スペシャルゲスト氏日賀町子新氏がいらっしゃいました。ありがとうございました。はい、また来週やいびんどやさいこの時間飛びん、はい、それではこの時間また来週、はい、中夜ビラやさい、はい、ありがとうニフェデビタン。